晴らしい。みんな素敵で選べない。みんなまとめて俺のお妃様にしちゃうぞ。久しぶりに熟睡できたよ。もう元気いっぱいだ。私でよければ今からお沈めいたしましょうか。あら、でもここはそうはおっしゃってはいないようです。はい。あ、はじめまして。アシスタントに来ました。何でもしますのでよろしくお願いします。何でも。じゃあエッチなことでも。よし、落ち着いてください。トゥアルのことほとんど聞いてないんだけど。ではどうぞ。掃除様。あの女め、いい雰囲気になりおって。あんこきじゃねえセレブ。もう誰も信用なんねえよ。触んじゃねえって言っただろ。平気です。裏切り者。皆さんが大人っぽくなったから、サラちゃんとアルマちゃんも相当照れているみたいですよ。お二人とも大人の女性らしくなりましたよ。素敵です。ありがとうございます。ねえねえお兄ちゃん、一緒にお風呂入ろう。ダメに決まっているでしょ。何を言ってるんですか。あれ、うまい。うん、見た目より全然。うるさい。え、まさか犬の糞を。僕が何なのか知らないけど。クッキーもう一枚いかがですか。久しぶり。何年ぶりだろう。でもすぐ分かったよ。だって全然変わってないんだもん。三島君、この方は。ああ、俺の小学生の時の婚約者です。婚約者。運命的だよね。いや、それは。優しくしてくれる。もちろん。小さいニャンニャン、大きいニャンニャンにいじめられた。じゃあどんな風にいじめられたいのか言ってごらん。サイドさんの好きにしてにゃん。お昼の準備ができましたにゃん。綺麗ナンバー03風花、君を足首と認めます。新しい恋、いく久しく、私の足首くん。あった。俺、怒らせるようなことしましたか。別にそんなことないわよ。今ちょっといいかしら。よくないですよ。大丈夫、すぐに済むから。やめなさい、命だけは。はい、キー君、チョコよ。ありがとうございます。念願のプレゼントタイムです。入ろう。あ、
で女湯にいるのよ。もし人が来たら。今大事なところなので。出てけ。フラワーショップ椎名へようこそ。フラワーショップ椎名における接客参加賞は親切、丁寧、道徳ですよ。もうそのバラでいいです。それをくれ。金が先だ。どこからそんなものを。早く。はい、はい、どうぞ。しけてやがるな。閉店ガラガラ。またのお越しを表面上だけお待ちしております。どうも。何か。いや、君に渡したいものがあってさ、これなんだけど、昨日好きって言ってたアニメのじゃないかな。それは幻のミラトナコトーストラバプライム。これをくれろ。何今の悲鳴。悪夢。夢。なんだ、もう驚かせないでよ。それまでに馬を用意しよう。ああ、いえ、その必要はありません。簡単に移動するために記憶を読み取らせてもらいます。わかりました。兄様。エリスちゃん。あのね、兄様、これエリスからのバレンタインチョコなの。俺に。兄様、そのチョコは本命なの。あ、そっか、ありがとね、エリスちゃん。本命のチョコを受け取った兄様には責任が発生するの。え？もう他の女とは寝ない。エルディアを差し上げて本当によかった。ツインテール愛が誰よりも強い選ばれし者なのですから。ちょっと、いつまでそうやってんのよ。そうでした。では宗司様。だからやめろ。ボケ。取引を頼むぜ。もちろんだ。動くな。そのままじっとしてろ。ちょっと待って。誤解だ。諦めろ。ネタは上がってるんだ。やはり大量に隠し持っていました。こちらにもありました。こちらも発見しました。こういうのが趣味なのか。これはすごい。これ見てどうすんだね。どうすんだねえねえ。やめてください。何でもしますから。変態。最低。エイ君、その子誰。何顔を近づけちゃってるのよ。さあ、どういうことでしょうか。落ち着け二人とも。私はエータの元カノ。エータ君に元カノがいた。元カノのことを私に隠していた。元カノに抱きつかれてにやけ面をさ。たけし君、たけし君。本当によかった。なぜ。さりげなくこれ。つみきさん、イオさん。イオくんが倒れてます。一体何。それは冗談としても、こっちは今日受け取ってもらわないとね。あ、マジ。何度も一夜を共にした間柄のくせに。プロット作ったりシナリオ作ったりね。あ、千秋先輩、これ受け取ってください。あの、いつも先輩のこと見てて。うん、知ってる。何、どうしたの。もしかしてバレンタインにチョコもらうの生まれて初めてとか。ツンデレのテンプレから外れてるのに驚いただけで。何それ。お前にチョコをもらうのはこれで二度目だ。何言ってんのよ。そう、その反応、それこそが俺たち萌え豚の求める計算し尽くされたツンデレゼレの移行パターン。無理なのか。いえ、そうではないのですけど。あ、なんだよ、どうし。フフフフ。